西田広太,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 太郎、西田広太郎、西田広太郎、西田、広太郎は、日本の染色学者。東京市下屋出身。松江の中学校で、ラフカディオハーンに英語を習う。1901年、東京帝国大学工科大学卒。1903年からヨーロッパで、染色科学を研究し1905年帰国。名古屋高等工業学校教授を経て、 日本セルロイド人造機能株式会社に、公務部長として入社、アボシ工場において、人造検出製造の研究に当たった。ドイツより文献を集め試行を繰り返したが、レイヨン製造には至らなかった。結局、米沢高等工業学校教授清水さんが、レイヨン製造に成功し、帝国人造検視が設立された。これは、大学発ベンチャーの先駆けとして知られる。 その後、西田は、日本セルロイド人造絹株式、会社専務取締役に就任。セルロイドの品質向上に貢献し大量生産に、こぎつけるも売れず、しばらくして退社した。1914年に、工学博士が授与される。1915年、文部省からロシアに派遣され、1916年、帰国。1916年、気流高等染色学校教授に、 就任、1918年度を校長に昇進。異例とも言える27年間の長きにわたり、校長職を務め、名物校長として知られた。そのため、気流高等工業学校は、西田の影響が強く、管理図に下塾とも言われた。1945年退職。西田は退職後も気流に泊まり、気流ユネスコ協会会長を務めていた。色学の権威であり、 政治的手腕もあった。繊維工業、河川工業の発展に尽くした。息子は繊維経済研究所理事長を務めた西田常治である。ありがとうございます。